こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日は好きを集めるというテーマでお話ししたいと思います。好きなことだけして生きていくとか、好きなものに囲まれて生きていくという言葉がね、よく聞かれます。好きなことだけしていければすごい幸せですし、好きなものがいっぱい周りにあるっていう、それだけでテンション上がってきます。だけどね、それを捉えて自分勝手な行動のように思われたりとか、自己中な生き方のように捉えて、そんなんできるわけないやんって思っている方も中にはおいでになるかもしれません。だけどね、そうでもないと思うんですよ。自分勝手が好きなことじゃないと思うんですよ。自分の好きっていうものをしっかりと知っていくと、もっとね、簡単に手軽に好きなものに囲まれる生き方できるなと思うんですね。その好きなものっていうのは何なのかっていうことなんですが、表面上のこれが好き、あれが好きっていう好きな気持ちだけに着目するんじゃなくて、この好きな理由をしっかりと分解して分析していくことで、好きなものを集めるのもっと楽になってくると思うんですね。例えば私はね、趣味でフラメンコをやっています。フラメンコすごく好きなんですけれども、そのフラメンコが好きっていう気持ちの何が好き、どういうところが好き、なぜ好きなのっていうところへね、どん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 分解していくんですよ。同じフラメンコが好きな人でも音楽が好きな人もいらっしゃいますしね、中には踊ること、ギターを弾くこと、コンビネーションが素敵だっていう方もいらっしゃるし、衣装をね、身につけて人前で踊ることが楽しいのあるし、コツコツとした練習を積み重ねていく、その行動が好きっていう人もいらっしゃいます。同じことが好きといっても、好きな理由って全然違うんですよね。でこの好きな理由のこと、自分はなぜ好きなんだろうということをしっかりとね、分析していきます。例えば私の場合だったら、フラメンコの何が好きなのかっていうと、その雰囲気がすごく好きっていうのもあるんですが、もっともっと突き詰めていくと、私は自分を表現していくのがすごく好きなんですよね。だから表現していく手段の一つとして、フラメンコの踊りの形がすごく素敵に思えるということで、好きでやっているのかなと思うんですよ。踊りは一つの手段なんですよ。他にも、いわば自分を表現することがあれば、私は好きを集めることができるんだなっていうことが分かります。でどういう形で表現するかっていうことなので、こうやってね、 YouTube でお話ししていることも私の表現ですし、あとね、物を作るのもすごく好きなんですね。ちっちゃな小物を作ったりとか、そういう作るっていうのも私にとっては一つの表現方法なので、こうやって自分をどういう形で表現するのかっていうことで、身近なことをで手作りを取り入れたりとか、 SNS での発信をすることで、それを人に見てもらえる喜びを感じるということもできますから、フラメンコ一つだけが好きでいてるよりも、そこになぜ好きなのかということで、私は好きの幅をぐーんと広げることができて、自己表現という形で自分でね、行動していくことができるので、好きに囲まれて生きることができているんですよ。こんな感じで、私の場合は表現でしたけれども、いろんな魅力、好きなものに対する魅力があると思うんです。一体何が好きなのかっていうのを一度ね、詳しく分析してみられるといいかなと思います。その好きな理由ですね、例えば食べるものでも甘いものが好き、じゃあ甘いものが好きな理由は何なんだろうかとか、甘いもののどこが好きなんだろうとかね、スポーツをするのが好きな方でも、そのスポーツをしていく練習過程が好きなのか、それとも勝ち進んでいくところが好きなのかとか、ただただ体を動かす、汗をかくのが好きなのか、いろんな理由があるじゃないですか。それをね、自分の好きポイントはどこなのかっていうのを見つけていく。そうすると応用が効くようになってくるんですよね。何も常にスポーツしてなきゃいけないわけじゃない、何も常に甘いものを食べ続けなきゃいけないわけじゃないはずなんです。好きなポイントをね、見つけていくために、自分のなぜ好きなのかっていうことをしっかり掘り下げて、一旦細かくしたものをまた今度は目線を広げて、他に同じ理由で楽しめるものはないかなっていう目線で世の中見ていくと、とてもね、たくさんの好きに出会えると思います。そうやって自分の好きなポイント基準で身の回りを整えて、好きなもので囲まれる生活していくと、とっても気持ちよくて毎日が幸せになると思いますよ。ぜひやってみてください。ということで、今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。